こんにちは、田中優香です。今日はシャイニングスターリリースライブ楽しんでいきましょう。それでは1曲目聴いてください。印しております。17歳田中優香です。今日はよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。さあ今日はですね、いよいよ綾乃ちゃんのシャイニングスターがリリースされるということで、私めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよ。シャイニングスター、ちなみに聞いたことあるよって人、まあもちろんね、皆さん聞いてると思うんですけど、ありがとうございます、ありがとうございます。もうね、シャイニングスターめちゃくちゃいい曲なんです。割となんて言うんでしょう、私とかかほちゃんが歌ってる曲とかは、なんて言うんですかね、恋愛チックというか、一緒にね、歩いていこうよとか、手をつないでよとか、私の曲はそういった曲になってるんですけど、綾乃ちゃんが歌ってる曲は、こう、一緒に進んでいく仲間だったりとか、家族だったり、ファンの皆さんだったり、友達だったり、こう今までたくさんお世話になった人たちに込めた歌なんですよね。で、こうなんて言うんでしょう、今までの人生を助けてくれたみんなが、たとえどんなに辛いことがあっても私がそばにいるからね、私が輝く星となって、あなたの星となって頑張るからねっていう、すごくいい曲なんです。私はそうやって解釈してるんです。もうあの曲聴くだけで泣ける。一回ですね、シャッフルライブっていうのをしたことがあって、私もあの曲を歌ったんですけど、やっぱねちょっと難しいんですよ。でもあれを歌いこなせるあやっていうのは、あやのちゃんっていうのはね、すごいです、とにかく。なのでね、この後最後にですね、いよいよあやのちゃんのライブございますので、ここでさっきなんか変な話してたじゃんらしいじゃないですか、草がどうのって、バカかよっていう。まあいいキャラしてるってことで。まあね、そんなキャラしておりますけども、人一倍ね頑張り屋さんで、すごくねいい子なので、これからも末永くよろしくお願いします。ということで、今日はね、綾乃ちゃんのオリジナル曲がいよいよ CD 化されるんですけども、私のオリジナル曲も2曲ね、聴いていただけたらと思います。それではまずは1曲目聴いてください。歩いていこう、I'm not afraid to die.
そして、綾乃ちゃんのシャイニングスター、そして、かほちゃんの
窓という曲ですね。この4曲かな4曲ですね。全部ある人に作っていただいてるんです。誰かわかりますか？逆質問。はい、こちらですね、この4曲実は愛媛のポップバンドのアコースティックポップバンドのアクビーさんに制作していただいてるんです。実はありがとうございます。そうなんです。実はね、リメリーのボイストレーナーもアクビーのヒカルさんにしていただいてるんですけども、作詞はなんとドラマーの乙女深夜さんにしていただいております。乙女な深夜さんに。すごいんですよ、今歌ったね、つないでっていう曲の中にピンクのコスモスっていう歌詞が出てくると思うんですけど、わざわざですね、ツイッターで DM が来まして、この曲のピンクのコスモス、このピンクのコスモスの意味は乙女の純情って意味なんで、乙女の純情下で歌ってくださいっていう熱く DM が来まして、本当にですね、心を込めて作詞作曲していただいておりまして、アクビーさんにも大変お世話になってるんですけども、本当にいろんなジャンルの素敵な曲を書かれるので、憧れ、私の憧れでもあるんですけども、今日発売されるシャイニングスターもアクビーさんが作詞作曲されておりますので、よく聴いてね、あ、このドラムってもしかして深夜さんかなとか、このベースはもしかしたら丸米さんかなとか、いろいろ感じながら聴いていただけたらなと思います。ということでね、早いですが、田中優が続いての曲で最後の曲となります。今来たとこありがとうございます。いやね、いいですね、こういう方するって楽しいですね、ありがとうございます。ではですね、最後の曲は私にしてはロックのというか楽しい曲を歌いたいなと思います。それでは聴いてください、デイドリーマー。Runaway
主役のイベントです。今日ですね、あやと話してて私気づいてしまったんですけど、実はリメリーになってからティナと田中優香主役のイベントってやったことないんですよ、実は。今年、去年はですね、生誕祭もできなくって、で実はやったことがないので、ちょっとね、近いうちにやりたいなと考えておりますので、楽しみにしていただけたらなと思います。お前の主役の中いらねえよっていう人も来てください。はい、ということで今日は綾乃ちゃんが主役で本当におめでたい日ですので、存分に祝って最後ね、楽しんで、入っていただけたらなと思います。ただですね、やっぱ疲れると思いますので、十分にね、ドリンクバーとか行きながら、休憩しながら楽しんでいただけたらと思います。以上、田中優香でした。ありがとうございました。この後は岡林美桜ちゃんです。